今回は海外で今年から実施実験されるというマウンドが30センチ遠くなる問題、これを実際に体験してどんな違いがあるのか試してきました。いや全然違う。あ、まずは 18.44、まあ、正規ね。正規問題になるんじゃないかっていうツーシーム。オッケー。特にね。今曲がったって分かんなかったでしょ。あんま曲がんない。でも手元で曲がりましたよね。まあまあ。今のちょっと今日検証したい。ナックル。ナックル。そもそもナックル投げる。いいじゃん。使っていこうよ、それ。次、カーブ。ナックルとカーブは今回、肝になりますから。ちなみにですね、30センチ。ダルビッシュさんの足のデカさ、30センチ。あ、じゃあ足一足分。ダルビッシュさんの一足分離します。変わるかな、これ。どう思います？変わると思います？変わるんじゃない？変わるか。ちなみに MLB の独立リーグアトランティックリーグというところでは今年の8月3日から実験するそうです。いや競技感じるよ。言われてみればね、なんか遠い。めっちゃ調子悪い時のマウンドみたいな。あ、遠く感じる。まずストレート。はい。まずストレート。いや全然違う。これめっちゃ打てるもんね。いや遠いよ。見てるポイントがさ、まだ見えんの。30センチだけで。どうか日本には導入しないでください。いやー違うわ。ピッチャーとしたら、まあ、頑張ってもっと奥に押し込まないといけないですよね。そうね。割とツーシームって分かるかもしれない。あ、ツーシームねってなる。なるほどね。もしかしたらね、変化球マークでまっすぐ打てる。うわー怖っ。でもね、これ2つ変わるんじゃないかってやつがあるんですよ。ナックルとカーブ。おナックルは相性いいやん。ナックルって動き続けるから距離が長い方がいいんじゃないかと思って。いやそうかもしれない。あカーブもいいかも。そう、あのね、ピッチトンネルをもう無視してるからカーブは多分いいんじゃないかと思って。いい気する。より傾斜が強いところで打たなきゃいけないかもしれない。そうバッターは今のバッターが一番前で見てる。いいですよ。おお全然出る。全然出る。検証結果、草野球には導入しないでください。以上。まだメジャーの剛速球投手が増えたからこの対策が生まれたから、全世界にこの動画を届けたい。日本には来るな。島国だからちょっと来ないでいただきたいっていうのがこの検証で分かった意見でございます。ということでですね、今回検証で分かってきたことをちょっとメモってきたんですけども、30センチは思った以上に遠い。あと三振が減る感覚はある。むしろ打たれる。日本には来るなっていう感じなんですけども、まあ、草野球には導入しちゃダメだっていうことも分かりました。そんな剛速球投げるピッチャーばかりではないので、
あれを実施したら、草野球の打撃のレベルばっか上がってピッチャーが泣くという現象が日曜日に起こるので、みんなが楽しむはずの日曜日にあの制度の導入はしちゃいけない。バッターばっかりがハッピーになっちゃいけない。いいんですよ、野球は9人打つんですから。いやもうレガシーもあるから。いいんですいいんです、当たんなきゃ意味がないから。そうか、当てさせてくださいよ。いやなるほどね、はい、ピッチャーもじゃあ頑張んなきゃいけないのかな、もし制度が来たら。そうですね、鎖国体制ですからこっちは。いつの時代だよ。一周してるだろ。来るなって。いいじゃない、塁間がね伸びなきゃこっちは問題ないから。いや確かにね、うん、塁間伸びる野球も今度やってみましょう。まあこの MLB がなぜこれを実施しようと思ったのかっていうのが、はい、三振ボー、フォアボール、あとホームランが増えて、まああまり試合の中でエキサイティングなプレーがなくなってきたと。やっぱり打たせて野手のそのスーパープレイとかそういうエキサイティングなものを観客に見せて飽きさせないっていうのも対策の一つとしてあるらしいんですね。まあ見てて深い野球になるんじゃないかと、あのロケしながらちょっとメモったんですけども、はい、まあ、これを聞いて思い出したのが、ね、イチローさんの引退の会見、はい、最近パワー対パワーになって考える野球が減ってきたっていう風に言ってましたね。言ってました、言ってました。で、まあ、それがホームランか奪三振かっていう話になってると思うんですけど、まあ、そのイチローさんの考えも反映されてるんじゃないかと、まあ、もし MLB でその体制が実現できたとしたら、まあ、速いピッチャーいっぱいいますから、それはエキサイティングな試合になるんじゃないかと僕は思います。確かにね、高校野球みたいにスクイズが生まれたりとか、スクイズ生まれたり、戦略というものが大きな武器になるかもしれない。そう、戦略が生まれるかもしれないんで、それ MLB では実施されていいと思いますよ。ということが分かりました。なるほどね、草野球はやめとけよ、草野球には来るな。今回ばかりはアメリカのね、なんかいろんなブームがね日本には来て、それがまた日本でブームになったりしますけど、野球のこの制度だけは入れちゃいけない。なんとしても阻止する、なんとしても阻止、ペリーは弾き返す三国体制、これでいこうと思います。ということで、今回分かったことなどをこの動画でまとめてみました。今後もですね、いろんな実験とかやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。